村松先生は、はい、こう量子力学と出会うというか、ゼロポイントフィールドにどんなご縁があって、そこに行かれることになったんでしょうか。はい、はい、そうですね、ゼロポイントフィールドと どんなふうに出会うっていう、そもそもですね、うち我が家が結構仏教とかそういうのが強くて、でだったんですね。で、小さい頃から、まあ、うちの実家が静岡の富士宮なんですけども、で富士宮の久遠寺っていうのがあって、でそちらにもう結構行かせていただいて、お坊さんの話聞くのがすごい好きで、でだったり、あとうちの両親が潜在意識の法則とかで、父も会社をやりながら商工会議所とか全国の JC にですね、この潜在意識の法則などをもう40年前とかから公園で回ってたんですね。そうなんです。で私自身もその育ちの中で、潜在意識、大ちゃんの潜在意識の問題だよとかって言われて育ったり、あと生まれてきた目的は魂を成長させるためだよって言われて育ってきたんですね。っていう中で、開いた口、あ、いや、口が開いたんです。あれ凍ってるわけですかね。あ、大丈夫凍ってるかと思った。それで凍ってしまいました、私が。あとなんですけど、うわ、はい、父親自身がですね、私の父自身が社長業をやりながら、はい、過去世療法をやってたんですよ。対抗療法をやっていて、で今を生きる会っていう勉強会をずっとやってたんですね。ブライアン・ワイスさんのですか。はい、あ、そうですね、ワイス博士とかもそうなんですし、あと飯田文彦先生の中にもうちの父の内容をちょっとこう載せさせていただいたりとかだったんですね。でなので、幼稚園の頃から魂は生き同士だっていうのが当たり前でこう聞いてたんですよ。あと今日のクライアントさん、こうこうこういうので、明治時代にどうのこうのでとかって、そういう話を聞いて育ってきて、で小学校の頃に、あ、小学校入ったらこの学校の授業に魂の勉強があると思ってたんですよ。あると思って入学して、で学校でそういう話がなくって、あれか授業でやんないのかなと思って、で2年生になったらやるんかなと思ってやんなくって、そのうちにこの魂って喋っちゃいけないんだってだんだんこう学習するんですよ。友達とはそれをお話ししちゃいけないんだっていうので、はい、でまあそうですよね、普通ね。で封印して、で中学の時とか中学の後半とか高校の頃は、うちの、まあ、特に母が英語の塾やってたので、塾の生徒たちとか私の友達に魂の話とかをするのがすごい嫌だったんですね。まあありますよね。で、はい、大学行って初めて友達が船井教先生のエゴからエヴァへを貸してくれたんですよ。それ読んで、うわー、なんか同じじゃんと、うちの父親が言ってることと同じじゃんって、ようやくこう一致して、それから船井オープンワールドにこう大学2年の時に初めてこう行ってからすごいハマって、その時にもう帯津洋一先生とかの遠くからこう見させていただくような感じだったんですね。で、そういうのがあって、で経営者とかお医者さんの上のレベルの人たちは知ってる世界なのに、一般の人たちが知らない世界で苦しんでいて、で怪しいって封印したりしていて、で信仰宗教とかってこうなって、どうにかしてこういう世界を怪しくなく伝えたいなっていうのはずっと模索してたんですね。で今皆さんが、なんていうのかな、スッてこう入ってくれるのって、科学なら入ってくれるっていうのがあって、どうにかして科学的見地でこれ伝えられないかなっていうのを模索しつつ、私が父親の会社に戻って、で、父の会社にでやってたんですけど、私自身がもう地に足ついてない状態で、この、まあ、外に逃げるんですよ。仕事が辛くて、外に逃げて、でそれを父が、それは大輔の問題だとかっていうのを分からないでも父に反抗して育ったような、あ、反抗してというか反抗できなくって封印して育ったんですね。それにも気づいて、あ、俺お父さんのことこんだけこう嫌に思ってたの、今は本当にこうありがたい存在で、父があるおかげで今の私がいて、で父がまあ菩薩的な今存在なんですけども、ちゃんと生きてますよ。元気で生きてますけど。生きてますけど。で、その、いうのはやっぱり葛藤があり、父への批判が、私が批判周波数を飛ばすから、会社の方々からもうすごい批判エネルギーがものすごく返ってきて、で、それを余計、お父さんのせいで俺はこんだけ辛いんだみたいな、
もう嫌なエネルギーも出しまくってて、結局私自身がずっと苦しい状態をやってたんですね。で結局気づいて、この社員さんが村松主事ちょっとおかしいですよと、やり取りがまともにできてませんよと、脳外行ってきてくださいって言われて脳神経外科に行ったんですよ。で調べたら何ともなくて、なんか問診テストみたいのやって出てきたら、このうつだって言われたんですね。で自分はもうずっと空手部で育ってきて、根性気合で人生どうにかなると思ってたので、あ、自分もうつになるんだと思って、で結局自分の心をねぎらうとか拾うっていう風にやって、それまで自分を褒めたこと全くなかったんですけど、で自分を褒め始めたら、今まで3ヶ月ぐらい無視してる人がいたんですけど、会社の中で、私が私を褒め始めたら、ちょうど1週間後に向こうが挨拶返してくれて、動いたと思って、結局私が私をダメダメ扱いすると、周りからダメダメ扱いのエネルギーが来て、私が私を大切にすると、大切にする周波数飛ばすから、周りから大切にする周波数でこう返ってくるですね。これが前お話しさせてもらってたお相手にも、いろんな周波数が入っていて、いろんな周波数のバイオフォトンっていうのが入っていて、そのフォトンの周波数を私が批判周波数で飛ばすと、お相手も批判周波数で引き寄せ合って、私が大切にする周波数を飛ばすと、自分に対しても周りに対しても飛ばすと、周りからこの、ま、その同じお相手の大切にする周波数でこう引き寄せ合うことをすごい人体実験で感じて、でからこのすごい生き方が楽になったんですね。それからこの感謝行と自分を褒めっていうので、1日3個ずつノートに書くっていうのを12年から始めて、で12年の末に父が会社を閉業っていう形をとって、私が学習塾で独立したっていうのがあるんですね。で塾の中でこの子供たちに、私は、まあ、数学物理がすごい好きなので、それ教えるのも好きなんですけど、この、ありがとうございます。この自分の、本当にやりたいことって、自分自身を生きる子供たちを育てたい。で、いうのがあって、で、授業2時間を数学物理終わった後、その後30分、そういう系の話、能力開発っていうので、脳の話とか、自分の周波数の話とか、と、まあ、魂の話とか、もう魂の話も宗教の方じゃなくて科学の方からのお話でさせてもらったりして、でそうすると大会で県大会優勝とか、関東出たりとか、東日本出たりとか、全国出たりとかっていう風に、あと学級委員長とか生徒会長になっていくと、子とか5教科トップがババババババとこう続出していって、本当にこう子どもたちの可能性がどんどん開くな、で子どもたちが生きやすくなるなっていうのをすごく感じてるんですね。で、あと大学時代が東大の工学部の化学というか化学工学なんですけど、その時に量子力学はやって、式もいじったんですけど、それと生き方論が一致するとは全く思ってなくて、分子軌道でどういう軌道だからどういう反応を起こしてっていう計算ばっかりするんですね、っていう量子力学で生き方とは全く関係ないと思ってたんですけど、塾を始めるときに出会ったのが、私たちの意識はフォトンっていう素粒子ですよっていうのを聞いて、素粒子なら波だから波の法則でいろいろ説明つくじゃんっていうのがあって、でそれからこのないかな下かなあのリン・マクタガードさんっていう方の本とか、アービン・ラズロ博士の本とか、日本語訳が出てるんですけど、その方々の本を読むと、すごいこの生き方論と素粒子とか、まあ、素粒子のバイオフォトンですね、のフォトンの話とかがすごい載っていて、で、一致してきて、それを子供たちに話してるうちに、お母さん方が、ぜひママたちの間でもお話ししてくださいとか、あと美容のサキナっていうグループがあるんですけど、サキナの青山ラウンジの方々がぜひやってくださいっていうので、まあ、清水瞳さんとか節子さんという方々が呼んでくださって、そこから企業様の方にも広がったりして、であと SPC っていう髪の毛のリ美容の全国の団体があるんですけど、
そちらの方でも、まあ、もう亡くなってしまったんですが、そちらのトップの室長、横山室長って方が、私を全国にこう、飛ばしてくださったり、と、倫理法人会さんの方でも、いろんな地域でお招きくださったりですね、っていうのがあって、今がある形ですね。人間が素粒子であるっていうところを、と、それからバイフォート、うん、バイオフォトンですね。うん、その素粒子、まあ、光子が英語で言うとフォトンなんですけども、そこにバイオっていうのがつくのとつかないものが、どういう違いがあるのかっていうところを少し簡単にお話しいただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。私たちって細胞でできていて、で、細胞って細胞膜が炭素の集まりになってて、で、その中にお水 H2O っていう原子で、で、その中に核とか DNA があって、DNA も炭素の集まりなんですけど、で、炭素とか水素とか窒素、酸素、水素、炭素とかって原子でできてて、で、原子のボールっていうのは、原子核と電子が、電子運っていうんですけども、電子運がバーってこう、なってる状態なんですが、YouTube で皆さん電子運って調べていただければ出てくるんですけど、本当は原子核があって、中学高校では原子核の周りを電子がぐるぐる回ってるっていうふうに習うんですけど、それ中高生に分かりやすいように説明して、太陽系モデルって分かりやすく説明してるんですけど、本当は皆さんがこういうブワーってなってるだけなんですね。あ、私ってこれなんだって思ってもらって、このブワーってなってて、これが水素一粒、全体で水素一粒。で、酸素もこういう、わーって集まり、これ電子、雲ですね。ってなっていて。で、ここをレントゲン写真へビューンってこう通り過ぎるので、写真ができるとか。で、壁とか床も、壁、コンクリートとかも、ケイ素とか、炭素とか、酸素とかで、わーってなってるので、この壁もこういう素粒子から見るとスカスカ状態なんですね。素粒子どれかというと、これ原子です。で、原子で、このブワーっていう粉みたいになってるのが、この一粒が電子なんですけど、でこの電子が素粒子で、あと、原子核っていうのが、この真ん中の出てくるかな？緑っぽいのが原子核で、その原子核に陽子中性子があって、陽子中性子もアップクォーク、ダウンクォークっていう素粒子でできていて、で、私たちのフォトンっていうのはこの電子雲の中をヒュン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 ってこう飛び交っている光なんですね。光の素粒子。なので、この素粒子の集まりで私たちの体を作ってるっていう感じなんです。で、この素粒子は、フォトンっていう光の素粒子がまさに電磁波のことなんですけど、で、そうですね。で、電磁波が高校の物理の教科書の後ろの方にも載ってるんですけど、光子は、電磁波としての波の周波数でエネルギーがわかるみたいな感じに、光が電磁波だよっていうことを言っていて、で、電磁波も、この光の速さ、まあ、光の速さというか、電磁波そもそもがフォトン、光なんですけど、だから、携帯からも実はフォトン飛ばしていて、で、レントゲン写真もフォトン飛ばしてるんですよ。電磁波なので。で、弥生さんが今ピンクを着てますと。で、ピンク色の素敵な色合いの光も、ピンクっていう電磁波を飛ばしてるんですね。色の色素の。それが、波長で言うと770ナノメートルとか、赤が780ナノメートルで、それもこっち側の770メートル、ナノメートルぐらいの波長の電磁波を飛ばして、それが、皆さんの目に入って、あ、弥生さん今赤、あ、ピンクだなっていうのを見るっていう、光を見てる感じな、フォトンを見てる形です。で、フォトンとバイオフォトンの違いは、フォトンっていうのはいろんな電磁波がフォトンで、で、太陽から来る光もフォトン、電磁波で、の、電磁波の中の可視光っていう電磁波で、で、携帯からは携帯の電磁波が出てて、で、それ全部フォトンなんですが、フォトンの中でも生命体の中に入っているフォトンがバイオフォトンっていうくくりになります。生命体というのが、これは私たちの肉体っていうふうに捉えていいのか、それともその肉体をさらにもう少しこう、なんていうんですかね、その、物理的なその肉体以外のこの周りのところの部分のことも
どこをバイオフォトンというか。鋭いご質問ですね。生体、この肉体の中にバイオフォトンが飛び交っていて、で、弥生さんだけじゃなくて、犬も猫もお猿さんも、セミもカブトムシも、あと植物もですね、木もサボテンも全部バイオフォトンを持っていて、その、この物質の炭素原子、水素原子の中にバイオフォトンを持っていて、それが波を飛ばしているので、その人が嬉しいバイオフォトン、ムカつくバイオフォトン、できるバイオフォトンをわーって周波数を持っているのが波が出ているので、その人の周りにこうその雰囲気が出ている。ですね。その周波数、ここ全体がこのフォトンの周波数帯。で、遠くなれば数が、なんていうかな、千粒飛ばしてる。この周り千粒あるんですけど、360度いろんな方向に飛んでるから、こっちの遠くの方だと、この数が減っちゃう。減っていくってことですよね。ですね。はい。っていうことは、じゃあ、この肉体というタンパク質の中の、ものを一応バイオフォトンと言っていて、エネルギー体の周りのところのものを普通にフォトンと言っていて、まあ、それがある意味オーラっていう形で見えたりするっていうことでもよろしいんですかね。そうです、そうです、オーラです。で、フォトンっていうのは、まあ、バイオフォトンの波の結果、波を飛ばしてるっていう形で、で、この机とかマイクの中にもフォトンは入っていて、フォトンとは言わないっていう感じですね。無機物にこの、本棚とか本の紙の中にもフォトンは入ってるけど、それはバイオフォトンではない。で、私、生命エネルギーが強いみたいなことを言われるんですけれども、で、その生命エネルギーが強いイコール、バイオフォトンの密集数自体が密であるっていう、理解をこの間のクラブハウスのルームでさせていただいたんですけど、それで合ってますかね。はい。数が多いのと、振動数が高いのとってことですね。その組み合わせってことですね。そうですね。数が、あ、いいですか、はい、数が多くても、振動数が低いと、まあ、変な話、ヒットラーみたいな感じの、怒りとか絶対俺が一番だって周りは殺すぞみたいな、そういう振動数が低いフォトンもいっぱいあると、影響力が大きい感じですね。そうなんですよ。私、20代がそうでした。結構、魔女の本とかを読んでまして、私、魔女かもみたいなね。結構自分が、ちょっとあの人邪魔って思った瞬間にその人が倒れたりとかしてしまいまして。で、うわ、これ、私、何これみたいなね。そんな経験が。まあ、で、その頃は非常にネガティブな思考を持っていたので、ヒットラー状態だったと思うんですよ。で、そこからどんどん自分自身の感情自体を、そういう怒りっていうところを少しどんどん消化していって、感謝とか、ありが、まあ、感謝ですよね、ほとんどがね。そうやって変えていったらば、今度は人に対して良いこと、私に出会うことによって良くなる人の数が圧倒的に増えるようになりまして、っていうことは、私の場合は、どちらかというと、もともと多分エネルギーの、フォトンの数が多くて、で、やっとこう次元上昇というか、その波動を上げるというか、その周波数自体を上げることが分かってきて、なんていうんですかね、私の存在自体が社会にとって善になってきた。うん、ありがとうございます。まさにそのおっしゃる通りで、まあ以前の弥生さんを存じ上げないので分かんないんですけど、20代の頃の弥生さんが、憎いとか、あいつみたいな、そういうフォトンがどんどん多くて、で、その同じフォトンが、通常の人は例えば1万粒あるとしたら、弥生さんは100万粒とかもフォトン持ってて、その100万粒のフォトンを、弥生さんの自分の気づきとか、痛い思いをするとかの中で、感謝にどんどん変わっていくので、普通の人は1万粒の憎いが1万粒の感謝に変わるのが、弥生さんの場合は100万粒の憎いが100万粒の感謝に変わったっていうような、イメージですね。本当は100万どころじゃなくて10の何十乗粒ってものすごい数なんですけど。うん、で、はい、今、ご質問があったんですけれども、このバイオフォトンの数っていうのは、これって何によって決まるとかっていうのは分かってる？ですね、バイオフォトンが測定されてるっていう数値は分からないんですが、バイオフォトンではなくて、このスタジオの光、センルックスとか、
ていう光で、スタジオ、テレビ、ラジオ、テレビとかのスタジオの光だと、1秒間に1メートル1メートルで、10の15乗坪だったかな ?1 の間に1メートル真っ角の中のフォトンの数が、10の15乗坪とか、ちょっと数字うろ覚えですけど、があって、で、満月の夜の外の明るさだと、10の9乗坪とか、なんかそういう数値が変わるので、そうやってこう測定でき、まあ、光の明るさでフォトンの数で割り算すると何粒っていう風に数が数える、あ、フォトンのエネルギーで割り算すると何粒ってこう計算上出せるっていう感じですね。それで数が分かる形です。うんうんうん、バイオフォトンがどんだけの何粒かっていうのは私数値探せてないんですけど、あ、大丈夫です。で、多分数自体、絶対的な数字っていうよりも、多分皆さんが知りたいのは、自分のフォトンって増やせるんですかっていうことですよね。いい質問ですね。うんうん、それは、弥生さんはいつも、このゼロポイントフィールドっていうのは、素粒子を生み出す根源なんですけど、そのゼロポイントフィールドっていうのは、アインシュタインの時代はまだその名前が出てきてなくって、アインシュタインはこの世の中に存在する最大の力っていうふうにおっしゃっていて、で、このフィールドが唯一の現実だっていうふうにアインシュタインが伝えてるんですね。で、そういうフィールドがあって、それが宇宙中に広がりいって、で、そもそもゼロポイントフィールドありき。で、そこにビッグバンが135億年前にバーンってなって、まあインフレーションを起こして、ビッグバンを起こして、ゼロポイントフィールドの中をビッグバンが広がっていくっていう、そんな感じですね。うん、だからそもそもゼロポイントフィールドがあって、素粒子以前にゼロポイントフィールドがあり、そのゼロポイントフィールドから瞬間瞬間素粒子がブワーって生まれては消えて、生まれては消えてをブワーってこうやってるのが、弥生さんの体の中も、私の体の中も、今聞いてくださってる皆さんの体の中も、周りの空気も、家も、もう地球全体も、お月様も、地球とお月様の間も全部ゼロポイントフィールドで、そこから素粒子が生まれてるっていう形なんですけど、弥生さんの肉体からは、そのゼロポイントフィールドから生まれるフォトンの数が多いっていう、だから無限に湧き上がるんですけど、それが反射も無限に湧き上がるのがゼロポイントフィールドなので、そうなんですけど、湧き上がらせるフォトンが恨みとか批判とか自己否定とかだと、それもある意味無限にというかな、湧き上がらせることができるので、どん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 この泥沼にはまることもできるし、気づくと、それ周波数なので、憎いとか悔しい周波数とか自己否定の周波数から、あ、こんだけ私って生かされてるんだってこう気づいた瞬間って、1秒間に10の何十兆回も素粒子が出て消えて出て消えてを繰り返してるから、気づいた瞬間に生まれくる素粒子が全部この感謝側に変われ、ばこの瞬間的に、あ、ここだったってこう気づくですね。なので人生って一瞬で変わるっていうのが起こりうるのが、私たち素粒子でできてて、発生する生まれてくる素粒子がそちら側に瞬時に切り替わるですねっていうことが起こるですね。 あと仲間でも霊気とかされてる方もいらっしゃって、でその方もおっしゃってるのが、胃がんの患者さんが明日手術するから見てくれって言って、霊気してくれって言って霊気した翌日に病院でお腹開けてみると、あれ誤診でしたみたいな、綺麗ですというか、そもそも綺麗でしたっていう状態になってるですね。っていうのも、胃の細胞が素粒子でできていて、それが不協和の素粒子だとそういう病気を生み出して、これもアルバート・ポップ博士だったかな、この病気とは細胞振動の不協和であるっていうふうにおっしゃってて、で細胞振動がこう共和していない、綺麗な音楽を奏でていないと病気の振動数になって病気になっていくので、ご病気も悪いわけではなくって、気づいてねってこうメッセージで音を綺麗な音に変えていくんだよ。音っていうのはバイオフォトンの振動数ですね。バイオフォトンの振動数をこの綺麗な音に変えていくんだよっていうふうに言われてるのが病気のメッセージなので、病気が悪いわけではなくて、誰でも病気をするので、そこからただ病院って、ただ治して終わりではなくって、自分の周波数何かなってこう気づかせるために体が痛い思いをして教えてくれてるですね。だから本当に皆さんが瞬間的に気づけば変わるっていうのが起こるですね。はい。はい。
さらにですね、バイオフォトンを増やす方法っていうことなんですけども、今おっしゃっていただいたのは、もともと、その、生まれ持った時の、その、その人のバイオフォトン数というのはあるんですけれども、自分自身が、その、感情として、高い波動の、例えば感謝を毎日小さい頃からしているっていう場合だとすると、ゼロポイントフィールドに自分自身が入っている、時間自体も長くなるので、そうするとバイオフォトンの数自体も増やしていくことができるんだっていうふうに理解したんですけども、それで合ってますか？おっしゃるとさすがですね。その通りです。はい、バイオフォトンを増やすのは瞬間的の強く思うことなので、例えば、あいつ絶対殺してやる、もう許せないみたいにガンと思った瞬間にバッとバイオフォトンが増えるし、うん、深い祈りに入るとか、うわーありがたいわーってこう気づいた瞬間もバッとこうバイオフォトンが増えるので、皆さんやってるんですよ。なるほど。飲んでいくと、あーやることねーなーでだらーってこういう時はある意味バイオフォトンが発生してる数が少ないかもしれないんですけど、うん、許さないとか、なんだあいつみたいな怒りフォトンをバンと瞬間的に増やすっていうこともやってるし、深い祈りに入ってる時とか、お坊さんが瞑想に入ってる時とか、ダライラマ法が瞑想に入ってる時のもう瞬間的にわーって湧き上がる祈りの周波数はすごい大きいし、日々日々深い祈りに入るとか、このありがたいことを感じながら、うわありがたいなとか、かつての自分が大変だったことを思い起こして、今こんだけもう幸せじゃん、ありがたいなってこう、この感謝に深く入れば、それがイコールバイオフォトンを増やしていることなので、お金をかけることでもないし、なんていうのかな。本当にこう気づきだけですね。瞬間的な思いの深さで、いいフォトンも悪いフォトンも、まあ振動数の低いフォトンも振動数の高いフォトンも瞬時に増やせられるんですね。っていうことはもう本当に人間そのものが神である、人間そのものがアルケミストであるっていうところは、その私たちが、このマター物質と同じものでできている素粒子でできていて、そしてゼロポイントフィールドっていうところに私たちが入ってしまえば、いくらでもその、素粒子自体を増やすことができる。そしてその素粒子、の振動数っていうのも私たちが選ぶ感情によって、変えることができる。だからこそある意味、この現実自体を、私たちの思考によって変えられるっていうのは、この全てが素粒子でできているっていうことのおかげで、できているとも言えるってことですかね。そうですね。今回の出させてもらった本もゼロポイントフィールドにつながるってこう書かせてもらっていて、今も、ね、矢部さんも入る、ゼロポイントフィールドに入る、私もゼロポイントフィールドに入るとかつながるっていう表現もしてするんですけど、本来そもそもは私たち素粒子で、素粒子はそもそもゼロポイントフィールドから生まれているので、ここも全部ゼロポイントフィールドなので、あ、もともと私たちってゼロポイントフィールドなんじゃんってこう気づくことなんですけどね、本来はね。なるほど。っていうことは、実はつながる生き方と言いながら、いや、ゼロポイントフィールドに皆さんすでにつながってますっていうことですね。そうなんです、そうなんです、そうなんです。で、もうちょっとそのゼロポイントフィールドをちょっと深掘りしたいんですけども、どうやらそこに全てがあるっていうことだなと思うんですが、このゼロポイントフィールドって、エイブラハム・ヒックスが言っているボルテックスという宇宙の、まあ、渦、まあ、その中に思考したものは、あなたが思考したものは全て、もう波動としてはすぐ存在するんですよっていう言い方をエイブラハム・ヒックスはしてるんですけども、なんで、ボルテックスとゼロポイントフィールドって極めて近い概念だなって私の中では思ってるんですけれども、倉松先生はどう思いになってるんですか？はい、ボルテックスって私単語だけしか聞いたことがなくて調べたことはないんですけど、そのおそらく一緒だと思うんですが、素粒子を生み出す源側で、まあ、神道でいうと雨の源の水様の側の方で、仏教でいうと大日如来側の方だと言われてるんですけど、でアインシュタインもこの一人一人に与えられた魂、皆さんそれぞれの弥生さんとか今日聞いてくださってる皆様の魂、アインシュタインが言ってるんですけど、一人一人の魂に与えられた魂は宇宙を動かしているのと同じ生きたスピリットによって動かされているっていうふうに伝えてるんですね。宇宙を動かしているのと同じ生きたスピリット、つまり宇宙を動かしているゼロポイントから魂は動かされているとか、あとアインシュタインは結構神様系をおっしゃっていて、
ですね、宇宙を動か、宇宙のそもそもの全部の方程式を一本の方程式、数式で表すことができれば、神の心を読むことと同じだっていうふうに言っていて、あと、アインシュタインだけじゃなくて、ファインマンさん、ファインマン物理学っていう、大学の物理の教科書、ファインマンさんが多いんですけど、そのファインマン物理学のファインマンさんも、神が宇宙、神様がチェスで遊んでいて、そのルールを探し出すのが数学物理だっていうふうに言ってるんですね。面白い表現だなと思って、太陽の周りこう地球が回ってるっていうのも神様がこうチェスでこう遊んでますよ。それを数式、方程式を探すのが、ルールを探すのが数学物理ですよっていうふうに、もう神の仕組みだっていうふうにおっしゃってる方々が多いですね。それがゼロポイントフィールド側で、つまり、そういった意味では皆さんこう神であって、で、アインシュタインは、またね、いつも毎日こう神様と会話してると、毎日彼と対話する。で、イフを与える宗教を認めないってアインシュタイン言ってるんですが、イフっていうのは恐れさせる。恐れさせる神様宗教を認めないと、うん。悪いことしたらあんた地獄行くよとか、教会にお金入れないとあんた天国行けないよみたいな、そういう神は認めないっていうふうに言っていて、で、その宇宙の根源側の仕組み側をアインシュタインは神っていうふうに言ってるんですね。と、私たちみんな全員が、もうすべての人が物質として存在するイコール、ゼロポイントから素粒子で、素粒子と素粒子でつなぎ止めて、で、原子ができて、で、原子と原子同士をまたフォトンがこうつなぎ止めて、電磁気力でつなぎ止めて、体が存在するイコール、素粒子の仕組みが働くイコール、宇宙の仕組みが働くイコール、この神の仕組みが働いてるからみんな神ですよっていうことに気づくかどうかっていうだけなんですね。それがゼロポイントに入るっていう意味なんですけど、それを外に向かって、なんだよあいつとか、あの人ずるいとか、私やっぱりダメだっていうふうに外に向けてるので、自分の本質側に気づきにくいんですけど、いかにこう今この瞬間がありがたいかっていうことに気づくことによって、全てに神が宿る、この自分のいろんなミクロの層に思いを込めて、ミクロの層に心を込めていくと、全部とこうつながり合える。つながり合えるというのは、赤ちゃん抱っこしたとき、あ、かわいいわーってこう、つながり合う感覚が、すべての人とこういうつながり合いを感じれるので、その周波数帯、自分の意識の状態が、まあ、ゼロポイントに近い状態。全体とのつながり感が。でも、その同じ赤ちゃんが、もうわーわー泣きわめいて寝てくんないと、もう、むかーみたいな、そういう状態になりたい。人は赤ちゃんと私とは別々になっちゃう、意識が別々。っていうふうに、自分の意識の置き場によって、戦争側になったり、平和側になっていくので、弥生さんがずっとおっしゃっている、地球を平和にしていくっていうのは、私たちの意識が平和意識になっちゃえば、その周波数のフォトンだらけになっちゃえば、そこからの物質化現象が平和になっていくので、戦争が存在できないし、核兵器が存在できない意識状態になっていくんですね。っていうのが、この本来の地球平和になっていく形ですね。はい。もうね、本当に分かりやすすぎて、感動なんですけれども、ということは、結局人間が意識したものが存在するっていう言い方を、してるね、幸福学の前の教授もそういう言い方をしてるんですけれども、結局、意識をするということは、そこに自分の素粒子を向けるみたいな感覚になるということですよね。そうです、そうです、そうですね。うん、なんで、なので、ある意味、自分自身の、外側になぜっていう質問をしてしまうと、その外に行っちゃうんだけれども、それを実は外に飛ばしているものを現実として見ているだけだから、外に出しているものは、内側にもあるはずって言って、自分の内側を見ていくと、ある意味、その外側で起きている、現象を鏡として使っていくと、内側がよく見え、内側を整えていくと、結局は現実が変わり、あなたの人生っていうのは非常に自分の思った通りに、良くも悪くもできる。あなた自身が神ですよっていうのは、そういうことなのかなって理解したんですけども。すごい、まさにその通りです。おっしゃる通りですね。お意識を向けた通りの周波数で現象を見せてくれていて、観測者によるっていうふうにアインシュタインもいろんな方々もおっしゃっていて、で、どんな周波数で見ているかで物質化現象をその周波数で見せてくれているし、その周波数で呼び合ってるんですね。
だから自分がどんなものを出してるか本当に周りを見ればわかる。弥生さんおっしゃる通りなので、この周りの現象を変えたかったら自分発信が変われば現象変わりますよっていうことなんですね。でこのニュートンのこちらの三大理論っていうの中に、相対性理論と量子理論と超紐理論があって、でその中のですね、ちょっと私画面共有ができないんでこんな感じなんですけど、ありがとうございます。ここか、これ素粒子の確率関数で、はい、よいしょ、こっちか、この波々があって、でこの波のところの波の山が高いところは素粒子が確率、存在確率が高くて、うん、波の低いところはあんまり存在しなくて、このところは素粒子がいっぱい存在しやすいので、うん、素粒子ってどこにいるかよく分かんない、ブワーさっきの見てもらったやつで、うん、この中心はいっぱい素粒子と存在するけど、ここにたまにしか来なくて、またここがいっぱい来るっていうのが素粒子の、あのこれ電子なんですけど、確率なんですが、それを観測する意識を向けると、こちらの意識を向けると、さっきの波がこのここだけピコーンってこう確率が1に偏るっていうんですけど、うん、確率が1に近づくので、できるよできるよできるよって意識向けると確率がピコーンってこう上がって、できる側に素粒子が出現するんですね。うん、ちょっと反対向き、こうなって、で こっちかこっちだなっていう風に、な自分ができるって意識を向ければ、できるで物質化現象を起こして、なんかどうすればいいかな、別にいいしとかって思ってると、こういう状態でいろんな可能性を取り入れて、なるほど、で無理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 って思ってると、無理を意識すると無理でこう物質化現象していく、いやを瞬間瞬間やってるんですよ。で体の中心、体に対しても細胞に対しても、どうせ私なんて、どうせ私なんてって思ってると、確率がどうせ私なんてっていうので、確率1で素粒子を出現させるので、体がまあある意味あの壊れていく方向になっていくので、あれおかしいなって気づいたら、自分の意識何なんだろうなっていうふうに向けてあげて、自分を、いや、ありがたいな、ありがたいな、ありがたいなって意識を向けると、確率がありがたいなでこう存在して、体がどん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 ありがたい状態で物質化現象していくですね。だから、はい、私たちがどんな周波数、ありがとうヘルツなのか、ムカつくヘルツなのか、どうせ私なんてヘルツなのか、うわ嬉しいヘルツなのかで、このそれと呼び合うことと物質化現象を周りに対しても肉体に対してもやってるので、まさに意識が大事なんですね。なるほど、はい、ということは自分をどう価値評価するか、要は自己評価が、過小評価であるっていうことが、あるいは自分自身を責めるっていうことが、ある意味自己人権侵害って私言い方してるんですけど、はい、一番自分にとっての、まあ、悪でありまあ自分自身で自分自身の首を絞めている、可能性を殺しているということにもなりますから、だからこそ自分自身を正当に評価してあげるというか、自分自身が一番の自分の応援団になってあげて、自分だけは全部自分の行為っていうのを生まれてこの方すべて知っているわけだからこそ、マイナス点もよくわかるんだけれども、でもそのマイナス点も含めて、宇宙的に言ったらあなたっていうのはもう宇宙そのものなわけだから、自分自身が、はいはいはい、だからその欠点も含めて全部 OK とすると、宇宙とある意味同じ波動になるっていう言い方をしている人もいらっしゃるんですけども、そうですね、はい、そうするとアライメント、宇宙からの応援が受け取りやすくなるっていうのが、その完璧でない自分自身っていうのも認めるっていう、それを許すことによって、その自分への怒りとか自分へのフラストレーションっていうのが減って、自分自身をそのまま OK にするから、自分自身の中に抱えている素粒子の波動数が許すっていう行為によって波動が高くなる、波動が高くなればより自分自身のその許しているっていう状態が素粒子として外に流れるので、あなた自身も外から許されやすくなるっていうことになるので、そうすると生きやすくなるっていうことになるのかなと思ったんですけれども。そうですね、もうまさにそこで、私も今その話をしたいなと思ったら、弥生さんがこう話し出してくれて、自分のネガティブ感情とか出ちゃう、それを許すっていうことが、でもいざ子供を怒っちゃいけない、怒鳴っちゃいけない、赤ちゃんを投げちゃいけないって分かってるけど、ついカッチーンってなって止められなくなって、
叩いちゃうとかなっちゃう、そうすると怒鳴っちゃう、ああやっぱり私ダメだったっていうふうに思い込んでしまうんですけど、そのカッチーンってなって怒りが起こんなきゃいいのにって思う、その怒りに対してどうやって許すのってやったら、怒りバイオフォトン、フォトンのうちの、ほとんどがこう怒りになっちゃったと。で、怒りになっちゃった時にそれをどうやって消すというか消化するかっていうと、怒りの振動数って振動数が低いのでエネルギーが低いんですけど、エネルギーが低いものにはエネルギーが高い波をかければエネルギーが上がってくるので、高い波をかければいいんですね、怒りに対して。で、高い波をかけるのに怒ってる最中にムカつくなと思って、怒ってる最中にどうやって高い波かけるのと思ったら、怒りを、あ、私こんだけ怒ってるんだわって自分に怒りがあることを認めて、それに寄り添うんです。あ、こんだけ怒、そら怒るわなってこう自分に寄り添うんですね。と、自分の中に怒りのバイオフォトン飛ばしながら、あ、そら怒るの無理ないわなって自分に寄り添いをしてあげると、寄り添いの周波数イコール愛の周波数よるイコール振動数が高いので、怒りの振動数に寄り添いの愛の振動数をかければ、その怒りのフォトンが上がるんですよ。だから怒りを感じた時にただじっと感じなさいっていうのはそういう意味なんですね。そういう詩で見ていくと、低い振動数、怒りの振動数に、あ、そら怒るわ、私こんだけ怒ってたんだねとか、自己否定でどうせだ、私ダメだって思った時に、あ、そう思っちゃうよねっていうふうに、ただ聞いてあげる、寄り添ってあげると、寄り添いの愛の振動数をかけてるので怒りが引き上がる、自己否定が引き上がるんですね。それをまた怒っちゃった、私やっぱりダメだったんだって二次感情つけちゃうので、怒りはダメだって封印しちゃったり、怒っちゃダメ、今日は怒んない、怒んない、今日は一日も怒んなかったとかっていう風に怒んないことを良しとしてるんですけど、怒りってあるので、その怒りを、あ、それを怒るの無理ないわってやってあげるんですね。例えば二人いたとして、私がめっちゃ怒ってますと、でもう一人の人が、何そんな怒ってるの、子供じゃないのみたいに言われたら、こっちの人はムカーって余計怒っちゃうけど、こっち怒ってますと。もうこうでこうだったんだよって、もう怒りぶちまけました。こっちの人が、そうだよね、それ分かるよ、怒るの無理ないよって言われたら、こっちの人が、あ、でしょみたいな、分かる、分かってくれてよかったみたいに、怒りが収まるじゃないですか。っていうのが、この怒りの周波数に対して、こっちの人が、それは怒るの無理ないよって、こう寄り添いの周波数かけるので、怒りのフォトンに対して、寄り添いの周波数がかかるから、怒りの周波数が、なくなるんですね。なっていくっていうこと。怒っちゃダメってやると、そんなこと言ったって、こうなんだからって、こう、より怒っちゃうのを自分の中で今やってるんですね。怒ります。また怒っちゃった、私ダメだったってダメにしちゃうんですけど、そら怒るの無理ないよねって自分に高い周波数をかけると、怒りがどんどん引き上がっていって、で、そうすると、誰か怒ってる時にも理解ができるんですね。自分で怒りを消化したことがあれば、そら怒るの無理ないよって、その誰かさんが怒ってる時に寄り添えるんですけど、自分が怒りを封印して怒っちゃダメってやってると、怒ってる人に対して怒っちゃダメでしょってやると余計こっちの人がフラストレーションが溜めちゃうので、相手から見ればこっちからは愛がかかってなくて押さえつけられてるっていう風になっちゃうので、それは自分が自分を怒りの周波数を押さえつけてるから、相手に対しても怒っちゃダメっていう風に押さえつけるから、相手も癒されないし振動数が上がらないんですけど、自分の中で消化した経験があれば、その振動数を怒りの周波数と愛の周波数、まあ、例えば100と1万ヘルツだとしたら、本当は10の何十兆ヘルツですけど、その周波数を全部持っていれば、その100から1万ヘルツを相手にこう響かせるので、相手の100ヘルツも1万ヘルツにこう上げられるので、それが相手を癒していくっていう形になるんですね。怒りに対しても、自己否定に対しても、批判に対しても、そりゃ批判したくなるわなって、こう自分の中でぐってこう、抱き込んであげる。なるほど。込んであげられる大きな愛を毎回自分が作ってるので、怒るたんびに怒っちゃダメってやるのか、怒るたんびに、あ、これで私の愛が増えるっていう風になっていくですね。だからお釈迦様の愛は、前も お話させてもらったんですけど、お釈迦様の愛は慈悲って言って、慈悲が仏教でいう愛なんですけど、慈悲って慈しみと悲しみ両方使っていて、でこの慈しむことは愛なんですけど、悲しむこともお釈迦様愛だって言っていて、悲しみを感じて自分が悲しんだことがあれば、お相手の悲しみにも理解することができて、お相手をこう癒す、お相手にそら悲しいよねってこう
寄り添えるからと悲しんでる人に誰かある人がそれは悲しいよねってそばにいてもらえるだけでその人から愛をもらったっていう風になるので悲しみの周波数に対して何悲しんでるのとかいいよカラオケ行ってごまかそうよみたいにしてもまた一人になると悲しいからそれは全然愛がかかっていないので悲しみに対してはそれは悲しいよねと自分が悲しんだことがあれば分かるよとより寄り添ってあげることでお相手に愛がかかってるからそれをお釈迦様が自分が悲しみを感じたことがあるからその悲しみによってお相手の悲しみを取り除くことができるっていうので大きな悲しみで大悲っていうふうに言うですねがこの愛をかけるので愛はただただ優しいだけが愛じゃなくって怒りも悲しみも自己否定も嬉しいも幸せも愛も愛も大きな意味で全部愛になってくるですね。それに私が気づいて楽になったですね。今まで私怒っちゃダメとか悲しいだっていうふうに生きてきたので私も同じ。私はもう今まだそこにいましたね。今日ですごい理解できました。ちょっと私また善になれそうな気がしてきたんですけど。いや、そもそも善なので。先生のご著書をですね、改めてちょっとご紹介させていただきたいなというふうに思っております。はい。こちらが今、最新刊でありまして、お金、成功、ご縁、すべてが用意されているゼロポイントフィールドにつながる生き方、量子力学で夢を叶えるということで、まあ先生がね、本当にこう、魂というレベルで、お話しされているということなので、まあある意味、ね、なんて言うんですかね、そのご著書自体が、その科学的な、量子力学の説明だけで終わってるわけではなくて、本当に皆さん自身の、幸福感、自分自身をどうやったら自分自身で幸せにしていくことができるのかっていうところも含めて、あ、今日5本届くんですね。よかったですね。私も。はい。ちょっと今ね、ホテルだったので、私もまだ読めていないのでね、もうこれから、とても楽しみなんですが、カテゴリー、超心理学と心霊っていうところではもうベストセラー1位をね、ずっともう毎日見る限り1位になってますので、まあこれからね、もう本当に、このご著書によってもですね、皆様の人生がね、どん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 、明るくなっていくんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで、先生の方から、あと他にご案内したいことがあれば教えていただきたいと思います。今、コロナウイルスを超える生き方っていうところで、この、はい、ちょうどこちらの本の154ページなんですけど、はい。合ってるかな？合ってるかな？あれ？合ってます？はい。それか、ここですね。はい。見えたか。で、ここにもちょうどコロナウイルスを超える生き方っていうので、ページ咲かせてもらってるですね。合ってるかな？見えてるかな？はい、見えてます。はい。ですね。なので、本当にこう自分が愛の側に入ってしまえば、コロナ君も炭素と、まあ炭素と水素の集まりだから、そこが、フォトン飛び交ってるから私たちが愛の意識を飛ばせばコロナ君の中にもしっかりこう愛の周波数フォトンが入っていくですね。そこに気づくためにコロナ君が今騒いでくれてるというかだけなのでね、はい、